こんにちは、青木里奈です。姫タウン久留米のお買い得情報をお送りする週刊夢くるプレス。楽しいゴールデンウィークは終わっちゃいましたが、今度は楽しい夏が待っています。ということで今回のテーマは初夏のお出かけアイテム。だんだんと日差しも強くなって夏を感じてくるこの時期にぴったりなプラスワンアイテムをご紹介します。それでは週刊夢くるプレススタートです。週刊夢くるプレス。夏のお出かけにはやっぱり帽子ですよね。初夏のお出かけアイテム、最初に訪れたお店はこちら、ポルカドットです。1階ポルカドット、日常を華やかに彩るさまざまなデザインの帽子をラインナップ。帽子との相性のいい小物、バッグも数多く取り揃えています。ポルカドットで見つけた初夏のお出かけアイテムはこちらのロールキャペリンです。夏の紫外線対策にバッチリの帽子なんです。この帽子、こんな風に丸めて、よいしょ、持ち運べるので旅行やちょっとした遠出にも持っていきやすいですよね。カラーもシンプルなものからアクセントにちょうどいいブルーやレッドなど、いろいろ選べちゃいますよ。これからは特に日差しが気になりますよね。お次はこちらのお店で探してみましょう。クーレンズです。1階クーレンズ、メガネのレンズは世界トップシェアブランドのニコンエシロール社のみを使用。2000種類以上のスタイリッシュなデザインフレームを常備しております。初夏のお出かけにぴったりなアイテム、これいいですね。スポーツサングラス、アベンチュラーです。多くの女性ユーザーの声にお応えして女性サイズが登場したそうですよ。またプラス2500円で度付き対応もできちゃいます。かけやすくてフィット感もバッチリです。皆様のお越しをお待ちしております。お肌の UV ケアも忘れてはいけませんよ。ということでこちらのお店、ハビタからご紹介です。1階ハビタ、ファッションや暮らし方にこだわるあなたの好奇心にピピピッと情報をお届けする話題のショップです。ハビタおすすめの初夏のお出かけアイテムはママアクアシャボン UV モイストジェルと UV スプレーです。こちらは生後半年からのお子様と一緒に使える UV 系アイテムです。こちらのジェルは3分の2以上が天然成分なんだそうです。スプレーはウォータープルーフタイプなので水遊びにも使えます。さらに SPF50+、 そして PA4+ と心強い味方になってくれますよ。初夏らしいコーデアイテム、ここならありそうですね。ローリーズファームです。1階ローリーズファーム、飽きのこないベーシックアイテムとシーズンアイテムをミックスした清潔なコーディネートをご提案します。ローリーズファームで見つけた初夏のお出かけアイテムは解禁シャツワンピースです。こちらはローリーズファームオリジナルデザインの当店人気シリーズ半袖バージョンです。春夏らしい淡い花柄でトレンド感もあり、1枚で女性らしい着こなしができます。前を開けて羽織のように使っても可愛いですね。おしゃれはやっぱり足元から。最後はこちら、三点具屋です。1階三点具屋、歩きやすいデイリーシューズから足元が主役になるハイクオリティブランドまで豊富な品揃えのお店です。三点具屋ではこちらのアイテムを見つけましたよ。クラークスステップカリコーブです。アッパーは伸縮性に富み、テキスタイルのクロスデザインで包まれるようなフィット感。プラットフォームタイプのウェッジソールは 6.5 センチながらも軽量で疲れにくさを実現。クラークス独自の機能で一度履いたら手放せなくなる一足です。
リゾート感のあるカラーバリエーションで今年流行のマリンスタイルにもバッチリ。白いソールが夏らしさを感じますね。今回は初夏のお出かけアイテムをテーマにお届けしました。皆さんの初夏のお出かけにぴったりなプラスワンできたでしょうか。夢タウン久留米でしっかりと夏の準備を始めましょう。お買い得情報盛りだくさんでお届けする週刊夢くるプレス、次回もお楽しみに。